広島の街で生まれたスーパーマーケット、大型店舗がひしめく中、地域のスーパーとして選んだ道は安売りからの脱却でした。朝8時、開店前のスーパーマーケット、野菜や果物の陳列が行われています。ところでこのみかん、ずらりと並べられていますが、これは今日の特売品なのでしょうか。しかしポップを見ても特価の文字はありません。こちらはですね、単品量販といって、その時その時の時期の美味しい商品を売るんですよ。特に果物なんかはその時期時期ですね、美味しいものしか置いてませんので。この日山積みされていた単品量販商品はみかんとほうれん草、どちらも安売りではなく、この時期のおすすめ品なのです。このような店舗展開をしているのはスーパーマーケットスパークです。広島市の本通りに店を構える長崎屋のスーパーマーケット部門として、昭和38年に吉島店が開店。その後店舗数を増やし、昭和53年には長崎屋から分離、株式会社スパークが設立されました。現在広島市を中心に17店舗を展開する企業となっています。私ら単品量販って言うんですけど、我々としてお客さんにこれおすすめですよ、ものがたくさん売れるということは、それだけ信頼してくれているからたくさん売れると思うんですよ。決して高級商材じゃないんだけど、その美味しいものを、まあ、笑顔で、ね、この頬張る食卓っていうのはやっぱり非常に素晴らしいものだと思うんですよね。でそういったものに対して、決して高いお金払わなくても、探せば経済的というかね、非常にお求めやすい価格で、美味しいものたくさんあるんですよね。地域スーパーの使命は、手頃な価格で美味しい食材を毎日の食卓に届けること。そう考えるスパークには、安くて美味しいと多くの人から支持されてきた商品があります。なんとアメリカンビーフです。アメリカンビーフが非常に日本に入ってきた時に、けど多くのスーパーが安売り商材に、まあ、してしまったという経緯があるんですね。安いから硬いとか美味しくないとかイメージが持たれている方がいると思うんですけど、その当時から我々は、そのアメリカンビーフも決して硬いものばかりじゃなくて、いいものもあって、美味しいものがあって、そういうものを我々は選んで、アメリカンビーフは安くて美味しいんだという面で、味と品質にこだわりを持って売り続けたんで、支持を受けたんじゃないかなとは。スパークが扱うのはアメリカンビーフの中でも最高ランクのプライム。美味しくてボリュームのある肉を手頃な価格で味わうことができる、家庭の食卓を豊かにする人気商品としてスパークの特徴となっています。ここは店舗内のバックヤード、集まっているのは社長をはじめ各店の店長です。サンドしております。でこちらのコロッケもですね、こだわりのコロッケ、今開発しております。実は春の新商品の試食会です。実際にみんなで食べ、納得の商品を生み出しているのです。やはり前回よりも全然良くなってるね。あとは切り込みがあった方がいいとか、切り込みはですね、実は入れとるんですよ。あ、入れてない。今言おうと思ったの。あ、本当やっぱ自分たちで食べて美味しいものはね、みんな自信持って売れるし、こうやってやっぱ確認することがすごい大事だと思いますね。お店に並ぶ商品選びの基準は、自分たちで食べて美味しいもの。店内で作る惣菜も一つ一つの商品に少し手間をかけ、工夫を凝らし仕上げていきます。作るスタッフの思いはそのパッケージからも伝わってきます。地域のスーパーマーケットとしての使命感を持って店舗作りを進めるスパーク。しかし、その思いを見失いかけた時もありました。大型店舗とかがどん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 、もう何十年も前ですけど出てくる中で、我々もその価格戦略に走りすぎて、まあ、とにかく相手に対して、競合店に対して安く売ったり、あるいは今流行りのスタンプとかね、
そういうポイントをすごくと乱発した時期があるんですけど、まあそうなるとその結果的にね収益も上がらないし、もう考え方が全てそうなんですね。競合店に対しての意識が行き過ぎて、目の前のお客さんに対してどういうことをするかっていうことに意識が行きにくくなる面があったんで、まあその時期、まあポイントカードも全てやめて、あのそういう安売りもいっぺんやめて、店を全部あのその時にセンドアップと接客サービスとクレーニーネスという面をあの不動感を上げまして、原点ですよねに帰って、まあ、しっかり取り組んできたので、まあ、今があるんじゃないかなと。うん、変わりました。店をきれいにすることによって従業員の気持ちも変わってくるし、そして接客ということを歌えば目の前のお客さんに対して意識できるじゃないですか。そして目の前のそのお客さんが喜んでもらうような鮮度がいい商品を扱うというふうに意識が変わっていけば、その安くって競合店に勝つんだとかいう意識じゃなくて、目の前のお客さんにどんどん意識がいくという面では、あの非常に良かったんじゃないかな。大切なのはその地域の人々の食をいかに手軽に豊かにできるか。そのため店内のレイアウトはすっきりと分かりやすくし、地域のスーパーマーケットとして安売りではなく一押し商品を中心に独自の店舗展開を行っています。来やすい、買いやすい、ゆとりがあるし、そう、あの商品はいいと思いますよ。新鮮だと思います。魚がいいなと。買いやすいじゃない、こう店自体、お店自体、うん、コンパクトで。より美味しいものを届けようと3年前には新しい設備も導入。この中で一体何が作られているか分かりますか？開けてみましょう。こちらはですね、連続炊飯器といって、この中でご飯が炊けているんです。まずこの下が直火になってご飯が沸騰します。その後上に3階建てになってて、2階3階と蒸らしの時間になります。やっぱりお客様により美味しいものをと思うと自社で炊飯というふうになりました。お米もブレンド米ではなく、その時々実際に食べて選びます。独自の施設で炊き上がったご飯類はおすすめ品として各店の惣菜コーナーに並びます。仕事帰りに買い物をしているこの女性、実はパートの山本さん。お仕事帰りにお店の惣菜を買って帰ることがよくあるそうです。みんな作ってるスタッフの顔を見てたら、やっぱり美味しく作ってるっていうのが分かりますし、でましてお客様の声からもこれ美味しかったっていうのを聞いて買って帰ることが多いですね。自分たちが食べて美味しいものがスパークのお店には並んでいます。会社名はスパークなんですけど、スパークさんって呼ばれるようにしたいねって言うんです。そのお客さんが親しみを持ってくると、その地域のスーパーマーケットはこのさん付けされるんですよ、何々さんって。でそうなると私たちの店っていうことなんですね。でそういう風になることをまずグッドストア、いいお店っていうのはそのお客さんにとって、ね、そういう風な親しみのあるお店で、そのロマンの実現っていうことで規模の拡大というよりもそのロマンのこの拡大というのを私は言うんですね。出店することによって売り上げ上がるよりも、そういうグッドストアをその地域に作って、お客さんに私たちの店でも行っていただけるようなグッドスターのロマン実現をこう図っていきたいなと。